男子個人形決勝戦をハイライトで見てみよう。参加52名の中から8名が決勝へ進出。8位から紹介しよう。ベルギーのレフェブル、関空主将で8位入賞となった。7位入賞はドイツのハート、形はウンス。6位入賞はインドネシアのカデア、力強い走陣を見せてくれた。5位はイギリスのモリス、練り込んだ止まり伐採を演じた。4位は第11回世界大会チャンピオン、スペインのサンズが入賞した。3位はイタリアのマリノ、豪快な走陣を演じた。準優勝は日本の阿部亮樹。阿部は1回戦2回戦ともミロンと同点1位で通過している。この決勝で 0.2 の差がついたのである。素晴らしいスーパーリンペイをどうぞ。優勝は前回のコタキナバルチャンピオン、フランスのミロンがわずか 0.2 阿部を抑えて連覇を飾った。スピードに乗ったウンスをどうぞ。
8位から紹介しよう。ユーゴスラビアのシビノビック、型は50四方章。7位にはオーストラリアのルモンド、スーパーリンペイを演じた。6位入賞はフランスのバーナード、キレのある運数を見せてくれた。4位入賞はイタリアのコライアコモ、力強いアーナンを見せてくれた。同じく4位はスペインのメンデス、型は2パイポン。銅メダルはドイツのマンソリ、スピードに乗ったウンスを演じた。優勝はアメリカ代表のゲミン、型はパイク。結果は、試合は3番手に出場した三村、42.8 の最高得点で2位のゲニングに 1.3 という大差をつけて4回目の世界タイトルをつかみ取ったのである。
Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado, valeu!